川田聡氏は、日本の応用物理学者。大阪大学名誉教授、理科学研究所名誉研究員。専門は、ナノフォートニクス。ナノフォートン株式会社会長兼社長。大阪府池田市出身。1970年、大阪教育大学附属高等学校池田校舎、卒業。1974年、大阪大学工学部応用物理学科卒業。 阪大大学院に進み鈴木達郎に指示。1979年博士課程修了。米国カリフォルニア大学アーバインコ博士研究員南茂雄に指示し、阪大助手、助教授を経て、1993年教授に。2013年から特別教授。光とナノ構造の相互作用の研究である、ナノフォトニクスの研究者で、 2002年から理科学研究所の主任研究員を兼務。2010年ナノフォトニクス研究室チームリーダー。日本文工学営元会長で、日本学術振興会学術システム研究センター、専門研究員のほか、学術雑誌、オプティックスコミュニケーションズの編集者、米国工学会や英国物理学会、国際光工学会のフェローなど。2003年、 レーザーラマン顕微鏡の製造会社、ナノフォートン株式会社を創業。2016年、半対の関係者による研究教育機関、セレンディップ研究所を立ち上げ主任研究員も務める。ありがとうございます。